本日の BO1 うんちゃーすスラットです。ということで今回はですね BO1 やるんですけど、今回ニセキヨキヨさんでございます。で、ニセキヨパイセン今もう展開いってますね。いやー、しかも 6000F ぴったりってかっこいいですね。ということで、まあ、僕今まだこんな感じで全くなんですけど、ニセキヨパイセンと、で、ニセキヨパイセンは普段何使ってるかな、三重子よく使ってますね。で、僕はこのデッキでいこうと思うんですけど、これがめちゃくちゃ流行ってるわけではないか、でも言うて TV にもあるぐらいなんで、まあ強いんですよ。ということで、こちらの見習い復活でパイセンに挑むのかなと思います。よし、ふぅ、いやー勝ちたい。よろしくと。いやー、すでに展開いってるんでね、めちゃくちゃうまいですからね。いやー、スケルトン、まあ、バレル飛ばして、おお、これファイブボー。え、さては、待てよ、これさては同じ感じ説ありますね。これはだよねー、やっぱり。いやー、まあ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 、こっからですよね、こっから。あー、そのスケルトンうまい、アイスピ削りですね。ウッドで防衛して、いやー、吹き合いたい。あ、これスケルトン防衛されたらし、オッケー、ファイブ、あー、これファイブボーイか。やばい、このファイブやった、スケルトンか、なんか出ると思った。やばい、いや、まだ参る、まだ参る、で、多分見習いが入ってると思われるんですけどね。これ一応端前プリン警戒で、はい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 、あ、これ外してますね。これ吹き矢で、吹き矢頑張れ、痛い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 、これアイスピ入るの、オッケーオッケー、このタイミングぐらい、おいしい。いや、このウッドもなんか良くないのかな。いや、これ5、入れ、いい、ちょ待って、よくね、ちょ待って、これやだ、吹き矢が強えな、早いな、走るの。吹き矢出して、多分スケルトン、あ、いい、やばい、読みやめよう、よくない、僕なんかアイスピとか来るんちゃう。まだ参る。ミラー対決でここまでの差は良くない。これなんですよ、バレル防衛したら、よし、これでバレル完封。いや、回転早いな。待って、見習い出してない。見習い出したい、そろそろ。やっちゃうか。オッケー。多分、見習いない説あるな。ニセキヨパイセン、ニセキヨパイセン、よいしょ、あるんかいな、なんやねん、余裕であるやん。まあまあ、いや、いいよ、ふけ、頑張れ、あー、これ待って、プリン M、 あー、やっちゃった、待って、バッテリー、いや、待って、ファイブウッドで負ける、いや、吹き矢、頑張れ、あら、全然ある、IP! やべ、全然あるけどだわ。やべ、ファイブウッドで負ける。やべ、待て、OK! いやだ、ちょ待って。あー、グッドゲーム、くそー、ミラーで負けるか。ミラーで負けるな。よくね。くそー。いや、うまいっすね。めちゃくちゃうまい。回転くそ早かった。いやー。しかも、並び順まで一緒っていう。いやー、負けましたね。いやー、うまかった。はい。というわけで、切り替えて、もう、負けです。またリベンジしたいです。で、キヨキヨパイセンじゃない。違う、ニセキヨパイセン。ニセです、ニセ。ニセキヨキヨ。
さんも YouTube やってるんで YouTube リンクですね貼っておくので、まあ、僕と、まあ、石黒焙煎のチャンネル登録もですね、ぜひよろしくお願いします。ではバイバイ。